するんで、ちょっと待ってくださいね。もうちょっと外は大変なことになってるけど、大丈夫？大丈夫。うん、そうだよね。まあ気持ちぐらいは元気にね、そう行かないとね。もう春も近づいてるしさ、ね、みんなで乗り越えましょう、はい、できることはやってね。そうね、うん。で今日はね、はい、そういったあと人の悩みを解決する人、おお、いいですね。特に人の採用のね、おプロフェッショナル的な人を今日呼んだんで、はい、早速行きたいなと思います。はい、ね、ということで、ね、ああそうなんだよ、すぐ忘れちゃうの、ごめんね。そう、BB プロジェクト、大人の未来、川上純次でございますと。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますと。はい、じゃあ早速参りましょう。今日のゲストは、戦略人事コンサルタントの小林義則さんです。はい、どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、どうも。はい、いろいろね、人生変わっていくけれども元気？なんとかギリギリですね、いつもギリギリ生きてます。ほんと？もうね、小林さんというとね、ちょっとこれ懐かしい、ちょっと前に出た本なんだけど、これライブドアに彼はいらっしゃって、うん、その時に書いた本がこの、社長が逮捕されて上場廃止になって、会社は潰れず一種は継続するという話、はい、これだね、はい、最初の2行がすごくキャッチですね。すごいよね。まあ、この本書いた人、まあ、なかなか社長が逮捕された会社にいる経験ってないじゃないですか。そうだね、そうだね。ただどういう会社だったのかなって気になるかなと思って出したですね。でもさ、これさ、なんかキャッチーだよね。これこう最初に出すさ、あ、こういう人なんだってすぐ分かるからさ、よく、ね、大体どっかの会社の社長に渡すと、お前俺が逮捕されるのかってこう怒られるっていう。そっち、はい、そうだよね。そうじゃなくて、ちゃんとこう面白い本ですよってフォローするんですけど。そうだよね。これ売ってんでしょ、でも本屋で。そうですね、でももう発売されたのが2014年なので、そうか、まあ、もう最近はアマゾンのマーケットプレスかメルカリさんで工場中古発売中です。なるほどね。まあ、あの興味ある人はぜひ、よろしくお願いします。で今日あの来てもらったのさ、なんかその、人事採用、まあ、最近僕もほらいろいろベンチャースタートアップを中心にいろんな会社に、話をして加わってることが多くてね、どこもみんな今採用にめちゃめちゃ困ってるわけよ。それは中小も大手も一緒で、特になんか今までの中でも、特にさ、その採用、人の採用についてはすごいシリアスな状況になってるなと思ってね、ちょっと今そんな話を少ししたいなと思って、あの来てもらったんだけどさ。そうですね、どう捉えてる最近のその採用環境みたいなのさ、うんうん、大きく2つ理由があるかなと思っていて、一つやっぱり少子化ですよね。あ、やっぱりこう新卒がだんだんこう少なくなっていくので、普通に新卒さえやっていると、うん、昔取れた人が取れなくなってくるとかですね、うんうん、基本の木ですね。基本の木ですね。なるほど。でもう一つやっぱりこれスマホとかインターネットの発達ですね、うんうんうん、例えば私が就職活動していたのって僕97年とかであるんですけども、うんうんうん、まだ紙でエントリーとかしたんですよ、ね、そうだね、そうだね、普通に、うん、でも最近だとリクナビとかマイナビとかに、うん、こうスマホで50社とか一挙エントリーとかできるんですよ、うんうんうん、そうするとやっぱりこういろんな会社にいっぱい受けれるので、うんうん、受けてもらう企業の方も頑張ってアピールしたりしないといけないし、なるほど。あと最近はなんかそのオープンワークっていう、うん、その会社の口コミ情報サイトみたいなのがあって、なるほど。でそこにこの会社なんか新卒の就活イベントではいいこと言ってるけど、うん、中はこんな良くないよね。そういう食べログみたいなのあるんですよ。そういうのをスマホで学生が見ちゃうと、何この会社今日言ってた話と中に実態違うじゃんみたいな。受けるのやめようとか。正しくない情報も出ちゃう。もちろんです。だから分からないんですよね。いいか悪いか分からないんですけど。ただ俺らの時代は無差別にとりあえず送っとくかってことではあったよね。与えないと分からないじゃないですか。うんっていうのもあるので、どんどんこう頑張らないと、うん、まあ、いい人が他社に流れてしまう。なるほど。そうか、今ネットをどんどん信頼した結果、あのいろんな社内情報だったりとかも、いい話も悪い話も含めて触れられるから、むやみやたらと書類請資料請求して会社案内もらって申し込みだけしとくみたいなのないのか。そうですよ。だから応募者の方がどんどん力をつけているというか、会社側が昔は選ぶ側だったんで。なるほど。大企業で例えばこうメガバンクとかであれば、うん、もうすごい人気企業じゃないですか、うん、でも最近やっぱりだんだんこう人気が昔よりは少なくなってきていて、うん、だんだんそういう人が先ほどベンチャーとか、うん、そういう小さい会社に行ったりとか、うん、東大生が起業するとかね。そうだね、うん、そういうのって昔なかったじゃないですか、うんうんうん、そういう大きい会社行ったり国家公務員になったりパターンは大体決まってたからね。そうですよ、うん、医者になるとか、それがやっぱり起業とかそういうスタートアップとか社長になるとかも増えてるので、うんうん、やっぱり同じ採用活動だけだと同じ人が取れない、うん、
まあ、見てる人もさ、聞いてる人も結構まあ、経営者も多いし、まあ、ベンチャーとかやってる人たちが多いんだけど、いい人をさ、これから、まあ、ちょっとざっくりとした言い方、いい人をこう自分の会社にできるだけこう引き寄せる、うん、秘訣とか方法ってどういうことをしていったらいいのかね。結構いきなり確信ですね。そうだね、確信だね。ここからようこそですね。そうだね、ここから350円。そうですね、そっか。リンクすれば引けるっていう。かなり。そうだね、じゃあまあ触りだけ話してもらったら。ですね、やっぱりや、そうですね、これまで人事って、うん、あんまり会社がもうそんなに注力してなかったと思うんですよね。採用費用どれだけかけるかとか、まあ、それぞれ人事部長の給料が営業部長より高い会社でそんなないと思う。まあそうだろうな。普通営業部長か、最近では開発部長とか、そういうポジションに多分いい年収を払っていたのが、やっぱりそういうところにいい年収を払うとかいいポジションをすると、やっぱりいい人が来るので、結果的にそういう人事業務に力がその会社は入るので、やっぱり人事とかそういう系の人がやっぱりこう力を持つと、その会社のやっぱ人事業務や採用業務がそういう力が入るので、なるほど、結果的に採用もっと頑張るとか、うん、まあ、会社をもっと良くしようみたいなことが言いやすくなる。なるほど、なるほど。営業や開発よりも優先度が高くなれば。なるほどね。うんうんうん、じゃあそこら辺はもうしっかりと、まあ、ケチらずカチッと出せよと。そうですね。ギャランティーを出せよと。やっぱり海外と結構そういう流れになっているようで、例えば CEO、COO みたいなところとか、うん、まあ、開発は CTO とか、うん、そういうポジションがやっと今注目されてきてると思うんですけど、 CHRO かご存知、そうおっしゃるとおりですね、うん、HR、ヒューマンリソースの面で、うん、まあ、チーフっていうところが今、てかね、注目されてたりとか、あと CFO ですね、うん、ファイナンスっていうところが今 CEO、CFO、CHRO が三大チーフみたいに言われてて、なるほど、なるほどね。CTO、CO がダメじゃないんですけど、うん、やっぱないがしろにしないというか、うん、そういう企業が結構競争力が高まってると。なるほどね。まあ、これ僕らの時代なんかもさ、まあ、小林さんもそうだけど、本当に、転職組だけど、僕も、ね、はい、小林さんも転職組だけど、パターンはもう人材紹介会社、ヘッドハンターに登録して、うん、その案件をもらって、行く。企業も人材紹介会社にお願いして、ヘッドハンティングをお願いして、候補者に会う。これしかほとんどなかったと思うんだけど、今たくさんのパターンが出てきてるじゃない。はい、だからより人材採用のアプローチって難しくなってると思うんだけど、うんうんうん、やっぱその辺の相談もやっぱ多い最近は。そうですね、企業側からも多いですし、うん、候補者側、まあ、就活生とかさっきもメッセージ来たんですけども、あ、そうなんだ。やっぱり就活生今こういう状況もあるんですけども、うん、まあ、どういう就活したらいいかともありますし、うん、あとまあ1年目2年目の人が、うん、ちょっと私じゃないですけどもちょっと転職を考えてるんだけど、なんかさ1回目の転職どうしたらいいかわからないとか。なるほど。まあ、社会人経験がまだあんまりないから、うんうんうん、まあ、分かりませんよね、困りますよね、私も困りました、うんうんうん、みたいなの増えてますね。なるほどな。そっか、多分ね、リファラル採用だとか、その、成果報酬型の採用方法だとか、いろんなの出てきてるからさ、うんうん、なんか人事も大変だなと思ってね。そうですね、最近テレビですと例えばビズリーチっていうやつですね、うんうん、ああいうの結構有名ですけど、うん、あれもまあ、できてまだ10年ぐらいのサービスで、うん、ダイレクトリクルーティングっていうジャンルなんですけども、うん、まあ、昔でスカウトですね、うん、自分がそこに登録しておくと企業から、うん、まあ、うち受けに来ませんかっていう連絡が来たりするんですけど、うんうん、それもやっぱり自分から転職しない時にもとりあえず登録だけしておくことは結構大事で、うんうんうん、いざ転職活動始めてからなると例えば1ヶ月後には辞めないといけなかったりすると、うんうん、1ヶ月以内に来たスカウトにしか答えられないじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱり普段から転職活動しておくのが大事とか、うん、登録しておくレジュメや辞めない時にもアップデートしておくとか、うん、そうだよね、はい、うん、そういうのって転職しない時ってやりにくいんですけども、うんうんうん、まあ、それも複数のサービス登録しておくとかしておくとより自分が行きたいところに転職しやすくなるみたいなテクニックがあるんですけど、ここから先は有料で。あ、分かった分かった。これあれ今あれでしょ、だから、戦略コンサルタント、人事のコンサルとして、はい、まあ、企業からの相談も、まあ、今のそういう、求職者側の相談も今乗ってあげてるってことでしょ。そうですね。今これ どこかから、小林さんに相談するとしたら、なんかサイトにアクセスすればいいの。そうですね、サイトのメールアドレス載せているのでそちらか、うん、あと全然Facebook でこのラジオ聞きましたとかでも全然大丈夫です、うん、小林よしのりさん、はい、あ、本当に、はい、じゃあ、ガンガン来るかもしれない。ガンガン来ちゃうかもしれないですね。気をつけます。その前に曲いきましょう、うん、じゃあこれなんか思い出があるの、この曲は。突然ですね、ちょっと今日なんか1曲用意しようってことだったんですごい悩んだんですけども、うんうん、ちょっとこの機会今日最初で最後で明日死ぬかもしれないのでちょっと誰もかけなさそうな CD にしようと思いまして。あ、楽しみだね、はい、ちょっと去年ですね、メガドライブミニっていうなんか、うん、
そういうゲーム機が出たんですけど、うんうん、私やっぱ中学校の頃ですかね、うんうん、やっぱりゲームセンターが流行っていて、うんうん、でその頃やっぱりファミコンとかスーパーファミコンとか、うん、そういうゲームが全盛期だったんですけども、その頃やっぱりまだまだ音楽もついてるんですけど、結構貧弱だったんですけども、うんうん、やっぱり味があったんですよね、うんうんうん、その時にやっぱりこうゲームの音楽が味があって、うん、今聞くと普通の音楽と比べればすごいんですけども、面白そうだね、うん、はい、その資料持ってきたんで、OK、ちょっと聞いてみましょう、はい、はい、よろしくお願いします、はい、アウトランでマジカルさんのシャワーですちょっとあとその、はい、じゃあ一旦曲割れして3分ぐらいしかないから、そうだ、ね、まとめのまとめたね、うん、じゃあ記念撮影しましょうか、はい、あ、すいません写真を撮ってね、送ってくれるんだよ、送ってくれる、そう、テクノポイ、はい、はい、では撮ります、何枚か撮りますね、続けて撮ります、はい、撮ります、はい、じゃあお二人で、はい、はい、では撮りますね、はい、撮ります、はい、撮ります、はい、撮ります、はい、もう一回いきますね、はい、はい、撮ります、はい、ありがとうございます、はい、どうも、はい、撮りますか、はい、それでじゃあ流しながら、よし、じゃあ行きましょう、はい、じゃあエンディングの方だね、はい、じゃあ、未来の方だね、なんかいい感じ、そう ね、懐かしいねまあそんなあの小林さんだけどね、今後の活動予定とか今後の動きみたいなのをちょっと未来的な話も少し聞きたいんだけど、そうですね、うん、私も実はもう5月で47とかなるんですけども、うんうんうん、やっぱりなんかこう定年が伸びたりだとか、うん、なんか100年人生とか言われてるんですけども、うん、やっぱり我々が社会になった頃ってそんなこと言われてなかったので、うんうん、やっぱり大企業とかでまあ定年まで働いて、うん、まあ、年金暮らしみたいなのあったと思うんですけど、うん、やっぱり20年後どうなるかわからないじゃないですか、うんうん、やっぱりじゃあこれからちょっと人生どうしようかなとか、うんうん、なんかそういう転職どうしようかなみたいな悩んでる方いらっしゃると思うので、あ、そうだね、まあ、そういう方の相談乗ったりとか、うん、例えばそういう方を採用していかないといけない企業のまあサポートをするというところで、うんうんうん、私も今あの40代ですけども、まあ、20代が社長の会社とかにも対応してですねうんうん、うん、普通なかなかそういうのって抵抗あると思うんですけども、うんうんうん、やっぱりいろんな仕事をやっていかないといけない時代になっていくので、うん、まあ、そういうところをですね、なんかこう発信したりとか、うん、まあ、ノートっていうサービスで書いたりとかですね、あ、そうなんだね、そういうのを考えています、わかりました、じゃあちょっとね、あの皆さんも相談事があればあの小林義信さん宛てに問い合わせをしていただければなと思うんで、今日はねお忙しい中ありがとうございました、またぜひ会いましょう、機会があれば、はい、ぜひ私の番組をモテるぐらい頑張りますあ、そうだぜひお願い申し上げます、はい、今日ちょっと全然喋り足りないんでそうだね、じゃあ4月からやりますか、ありがとうございますじゃあ今日のゲストは、戦略人事コンサルタントの、小林義信さんでした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、いやいろんな経験されてる方だからさ、そうなの、本当にちょっと悩んだ時に相談になってもらえてね、うん、まず無料のところからして、そうだね、こっからね有料だけど、そうね、でもすごくなんか道を示してくれそうな感じで、うん、とても ね冷静なキャラで、ね、すごくあの誠実なキャラだから、なのにほら、相談相手としたこともいい、もういろんなところにあの所属してるっていうのが面白いよね、うん、そうだよね、うん、その辺ちょっと人生難しくなってきてるからね、ああいう人がいると助かりますよね、なんかいろいろ選べる時代だから、選べる人はいいけど選べない人がいっぱいいるからね、うんうんうん、うん、いいと思います、ぜひ4月からマジでやってくれないかなあとで裏で話しましょうそうね、背中押しとこう、はい、押して帰らせよう、はい、また次回もね、あの素敵なゲストをお呼びしますので、はい、楽しみにしていただければ、4月から JJ は、3週目そうだ、ね、登場で、はい、ね、はい、よろしくお願いします、さあ見逃せないラジオクリスタル、お役に立てたら嬉しい素敵情報を配信中、週の真ん中もクリスタル、幸せな時間のおすすめ分け、次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフェリションスタジオからの放送です。チームクリスタルのすべての情報はホームページ81810.com をご覧ください。クリスタルシャワー下町スピリット、また来週。